どうも水墨画を描いてます新井です。本日もよろしくお願いします。突然ですが、チャンネル名を「スミする動画」から「スミするチャンネル」に変更しました。呼び名を「動画」から「チャンネル」に変更することで、より皆様に親しみを持ってご視聴いただけるのではないか、そう考えたからです。水墨画をやられている方や、 興味のある方にとって、このチャンネルがより有意義なものになるよう、これからも頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。では早速描いていきます。今回は猫を描きます。トラ猫のような毛柄のある猫を描きたいのですが、その毛柄をどのように描くのかを紹介した動画になっています。ぜひ最後までご視聴ください。 まず全体を湿らせたいので短目を用いて描いていきます今今描いているのが顔の部分で鼻、興奮、顎、目、ほっぺた、ああ耳を描きました興奮とは鼻の左右にある髭の生えている部分のことを言いますそして体を描いていきます まず右の前足を描きそして背中腰と順番に単木を用いて描いていきます単木を用いて描くと水の滲みが激しく水墨に不慣れな時はとても戸惑います。 しかしこのにじみに慣れると水墨の表現の幅がぐっと広がりますのでここは押せれずに練習されると良いと思います。 はい、全体をかけましたのでここからは納木を用いいいてて描きます。顔から描いていきますがあ太筆だと墨がにじんでしまうんですけども、えー、細筆でしたらそこまで、えー、墨のにじみは広がりませんので、えー、顔だけ細筆を用いて描いていきます。 なかなか1回でこうバッチリ決まるように書くことはできないので細かいですけどもちょこちょこ修正しながら書いていきます。 耳を描くときは水のにじみ跡に騙されないように気をつけて描きます。 顔が描描けまましたので、ここから太筆をいいいて描いていきます。墨のにじみを利用して猫の毛や毛柄を表現しますので最初に描いた単木が湿っているうちに全体の毛柄が描けるかどうかが肝になります。 一通り書き終わりましたので気になる箇所を修正していきます。 猫が立ち上がっている姿を表現するために、影を入れました。はい、完成です。皆様のコメント、高評価、いつも励みになります。ご質問、ご要望などありましたら、お気軽にコメントください。このチャンネルが気に入っていただけたら、ああ高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 本日もご視聴ありがとうございました。